はい、どうもこんにちは。今日も釣れてないです。ライトジギングしたんですけど全然釣れてないんで、私の魚探のガーミンエコーマッププラス 94SV だったかな、それの、1年ぐらい使ってみた紹介をしたいと思います。じゃあ行ってみます。はい、まずこういう魚探ですね。普通の魚探、これ結構感度がやっぱりいいです。すごい、自分の仕掛けが見えます。こんな感じ。はい、ワンピッチジャークやってます。今ちょっと見ながら釣るときは、少し自分の場合はどこやったかな、イケスに振動子がついているんで、ちょっとバックにしてやると釣りやすいですね。見ながらの釣り。ほんでちょっと、おー、なんか来た。ちょっと分かりやすいように浅めのとこでやってます。17mぐらいのとこでやってます。次、マップですね。マップは、こうやって行ったところを、マップはですね、私外国版を買ったんで、日本のマップはついてなかったんで、クイックドローなんとかでマップを全部自分で作ってます。結構ね、正確に作れてます。ほら、行ったところですね、何メーターとか。このマップが一番いいですね。重宝してます、このマップが。ポイントを探すときに、行ってないところは白色でこうあれされるんで映されるんで、どこが行ったか行ってないかっていうのが一目瞭然で、すごい分かりやすいです。そして遠くに行ってもこのマップがあるから、どんどんマップを作っていけるから、なんかガソリンがもったいないと思わないですね。ガソリンって重油がもったいないと思わないですね。その過程でなんかポイントが分かったりするんで、これは一番僕はありがたい機能でした。サイドスキャン、次はサイドスキャンはちょっと自分はあんまり使ってないですね。なんかある程度深いところだとあんまり分かりにくいかなと思います。本当はここら辺とかにこう影が出てきたりして、ここになんかボコってなってたりすると思うんですけど、ちょっと自分はちょっと分かりにくかったですね。あんまり使わなかったです。そしてまあちょっと未開拓の地でサイドスキャン使ってポイント探してる動画があるんですけど、それどうぞ。だいぶ未開拓の地に来ました。未開拓です。ここら辺はちょっとここら辺からやっていきましょうかね。おそらくここら辺が真下の位置で、ここら辺が横ね、横右左っていうね。ここに何か映れば、まあなんか目があるということでしょう。多分このうねうねなってるところ、目というかなんかあるんじゃないですかね。ちょっと試しに行ってみます。ここら辺ね、ここら辺、ここを押す、そして行ってみます。着いた、多分ここ右側系、右側系着きました。ちょっと出てきた。
てる。ちょっとは出てきた。どこ？まあ少し出てきたってぐらいでしょうね。次行ってみます。左側、あ、右側のここら辺になんかうねうねが見つか、あ、ここら辺か、うねうねが見つかってきたんで、ここら辺ちょっと登録してみます。あ、これなんかいつも登録し、はい、こうして、じゃあ行ってみます。あ、やっぱりちょっと少しは反応出てきてましたね。少しだけ。自分の振動子はあの生けすの中にこういう風につけてるから、こんな感じでつけてるから、左側は壁になってるから暗く映ってるんでしょうか、ちょっと分かりません。で、右側が綺麗に映っとる。 30〜40m のところはあんまりわからなかったんで、ちょっと浅い方でサイドスキャン使ってみたいと思います。この351っていうところね、ここら辺、ここら辺を通ってみたいと思います。結構でっかい魚礁なんですよね。そしてあのサイドスキャン、これが 350m まで飛ぶようにだいぶ照射角度を横にするようにしてやってます。 23m、 ここはね結構でっかい魚礁なんですよ。通りません。まず試しに1回通ってみます。今度はこれを右に見てサイドスキャンにどう映るかやってみたいと思います。はい、さっきの351番、ここまでだいたい 40m ぐらいですかね。横右に 40m にあるから、ここら辺になんか人工物が映ってくるはずです。これからちょっとやっぱりね、ちょっと自分はちょっと厳しかったかな。これのことかな、もしかしたらこれかもですね。人工物ってうねうねってなってますもんね。ちょっとこれここら辺をちょっとマークしていってみましょうかね。ちなみにさっきポイントをつけたところは351のつもりだったんですけど、ここら辺にポイントがついてましたね。365のところ、一応行くだけ行ってみます。今度はもうちょいこれを変えてみます。レンジを 100m ぐらいのレンジでやってみます。はい、 100m のレンジでさっきの351の横を通ります。大体 50m なんで、ここら辺
に、あ、じゃあこっちか、右側なんで、ここら辺にちょっとよりちょっと なんていうと違いが、違いが出てくるはずです。351の右が左側を通る場合、まあ今でもだいぶありそうなんだけど、来るか、違い来るか、あーこれかな、ちょっとね、ちょっとわからないかな。真下はちゃんと映っとる、真下のちょっとした反応はこれ、これなのでしょうかね。 50m、まあ、ここら辺結構魚礁がいっぱいあるからこういう風に映ってるのかな。次はだいぶ浅いところに来ましたね。浅いところ、海の中こんな感じになってますね。レンジはだいぶ小さくしました。15とか、まあ20ぐらいでちょうどいいかもです。なんかめぼしいやつがあったらチェックしてそこに向かいます。まあ小さいなんか小魚が映ってますね。これとこれが、そう、結局こういうところをサイドスキャンで探したいです。私池とかだと重宝しそうですね、浅いところだと。まあ次は10メーターのところで浅い魚礁を映してみたいと思います。ここ今のこのところです、魚礁ですね。これを右側に映るように走ります。もうちょいレンジを、まあ今魚礁が右に映るはず。右側に堤防があります。堤防はさすがにサイドスキャンに映ると思います。 30m ぐらいかな、右側に。左側がどんどん深くなっていってる感じが、堤防の真右、今堤防の右です。足左におります。私これ堤防、堤防どれって感じ、堤防どれ、これ堤防、あとレスポンスの速さ、地図の伸び縮みの速さ、
こんな感じで読み込み、ちょっと読み込み遅れたりしてますね。ボタンの反応、こんな感じかな。こんな感じの速さです。まああとスピードとか気温とか分かるから、ここら辺はまあどの魚体にでもついてるんじゃないですかね。人工魚礁はまあ魚体はこういう風に映るけど、丸く映るけど、丸く映りますけど、こっちがこの画面があると結構四角にこうやっぱ映ってくれるんで、あの可動があるように映ってくれるんで結構分かりやすいですね。これは人工魚礁だなっていうのがこの画面が見れると、見ながらすると。人工魚礁はやっぱカクカクしてて穴が開いてるから引っかかりやすいです。すごい引っかかりやすい。ちなみにあのこのバックアップガーミンエコーマッププラスはここにあの SD カード、マイクロ SD カードを入れてバックアップをできるんですけど、自分の場合1年で1回ぐらいしかなんかパス持って帰ってパソコンに接続しませんでしたね。そしたら今日は旅館の紹介でした。ご視聴ありがとうございます。